ワイ島のヨーコです。先日ボルケーノのキープカプアウルに行ってきました。キープカというのはハワイ語で新しい溶岩流に囲まれて島のように残る古い土地のことを指します。11号線を広川から走るとボルケーノナショナルパークの入り口を過ぎて右側にゴルフ場がありますが、そこも通り過ぎて次のマウナロアロードのところを右に曲がります。キープカは新しく流れてきた溶岩に飲み込まれなかったため昔からの植物が残っていてフェンスをして守られています。そのためハワイ島の珍しい鳥たちも生息していて英語ではバードパークと呼ばれています。正面にマウナロアが見えます。このトレイルは普段人が少ないことが多いので一人で行くのはおすすめできません。この日は車が何台か止まっていました。ここもボルケーノナショナルパークですが入場料がなくレンジャーさんもいません。入り口の看板でどんな野鳥が見れるか確認できます。ぐるっと回って戻ってくるトレイルで約 1.9 キロ、1時間から1時間半のコースです。これはフキアベ、ママキ、さてここから森の中へ左回りで進みます。木漏れ日が気持ちよく植物たちのエネルギーに癒されます。名前もわからない植物がほとんどですが、ところどころに植物の名前のサインがあります。これは多分アカラというハワイアンラズベリー。これはママキの実。この日は最高の森林浴ができました。森林浴は日本語の中でも好きな言葉です。昔は自然の中で暮らすのが当たり前でわざわざ森林浴なんて必要なかったことでしょう。人間は人工的な社会に移行した中で自然から切り離されたことによるストレス状態に陥っているそうです。ハワイ島に来たらたっぷり森林浴して元気になって帰ってください。コアの新芽、この木のアーチをくぐり抜けます。今回気になったのは大きなコアの木やオヒアレフアの木が枯れていたことです。
そしてこの木は世界で最も珍しい植物ハウクワヒビです。ハワイ固有種でハイビスカスの仲間で、ナショナルパークのビジターセンターの中に模型があって説明も書いてあります。今回も花が咲いているのは見れませんでした。その代わりにパーパラケパウというこちらも珍しい植物のお花が咲いていました。このキープカの植物や種は持ち出し禁止です。ハワイの森に敬意を払う心を大切にしたいですね。ビジターセンターでこのエリアに生えている植物の情報を知ることができます。帰りに気がつきましたが、トレイル入り口近くに黄色いレフアも咲いていました。レフアはほとんど赤なので黄色は珍しいです。ここはハワイ島の森に癒されたい方におすすめです。